はい、どうも、りょうへいです。よろしくします。久々にね、清少フューチャーさん来てるんですが、僕が一人で出てるということは、ちょっとみんな、俺今オープニング撮ってるから静かにしてもらっていい？はい、ということで今日は清少フューチャーさんに来ているんです。僕が一人でいるということは、グローブ紹介のコーナーとなっております。うるせえ。ちょっと一人目の方お願いします。はい、じゃあ、学年とお名前お願いします。門脇芽衣です。1年生です。はい、お願いします。お願いします。じゃあグループ前に出していただいて。はい、水のプロですね。これは内野手用。はい、これね、中にちょっと出していいかわからないですけど、はい、お兄ちゃんのグローブで、お兄ちゃんが内野やってたんですけど、ちょっとしかやってなくて、もうめっちゃ綺麗だったんで、そのまま借りることになりました。ハガジャパンだし、いいグローブですね。はい、ありがとうございます。なんかこだわりとかありますか？すごいグローブを中にこうやって入れちゃう癖があるので、はい、できるだけ広く使うことで、縦ね、縦に広くして使ってます。なるほどです。じゃあ引き続きそのグローブ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前と学年お願いします。1年の小林沙和です。声ちっちゃいな。1年の沙和です。沙和さん、はい、お願いします。じゃあグローブ前に出していただいて。おっと、これは今もうないじゃないですか。アンダーアーマーですね。今となっちゃ珍しいんですけど、これどうやって手に入れました？先輩にもらいました。あー、なるほどなるほど。じゃあちょっとこだわりを。ピッチャーなんで、はい、できるだけちゃんとここをくっつけるというよりかは、あー、ここなんかひねって使えるように力が入る。はい、しました。なるほどです。じゃあそのグローブでいいピッチング目指して頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、お名前と学年お願いします。真っ白で1年生です。1年生真っ白さん。はい、じゃあ使ってるグローブ前に出していただいて。アシックスの外野手用。はい、ちょっと土手が珍しいですね。普通の土手じゃないので、土手しっかりしてますよね。こだわりってありますか？型をつけるときにこう曲げて、ボールを取ったときに落ちにくく、ウェブがすごい曲がってるので、しっかりと掴んだ時にそこで止まってくれるって感じですね。はい、わかりました。じゃあそのグローブで引き継ぎバシバシボール取ってってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お名前と学年をお願いします。1年のサラです。1年のトゥース。1年の、おお、滑ったね。サラさん、はい、お願いします。おっと、ちょっとこっち向けて。そうだ、水野のピッチャー用グローバルエリート、これキャメルですよね。かっこいいですね、これも。ありがとうございます。こだわりとかお気に入りポイント。肩が好きです。ちょっと丸め、はい、あんまりウェブ曲げずにこっちで、こっち曲げていくような。なるほどですね。肩もすごい、いい肩してるので、さっきねピッチング見たらコントロールも良かったので、そのグローブで引き継ぎいいピッチングをしていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。林ほのかです。1学年です。これがローリングスだ。ローリングスの内野手用。はい、ん、あ、キャッチャーミットもあります。キャッチャーミット、大丈夫大丈夫。ごめんごめん、わかるわかる。じゃあね、さっきはローリングスさせてもらいましたけど、キャッチャーミットもあるんですよね。はい、プロステータス、これはいいな。すごい素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。公式用のキャッチャーミットですかね。はい、これもしかしたらでも俺と同じやつかもしれない。これの内野、軟式用かもしれないんですけど、結構大きいですよね。ちょっと大きめの。うん、まあどっちに対してもなんですけども、じゃあこだわりを教えてください。このグローブはちょっと女の子で野球がやるっていうなら、黒とか赤色とかじゃなくて、ちょっともうちょっと女の子らしいカラーを選びたくて、はいはい、茶色にしました。まあ言っちゃえばチョコだもんね。はい、なるほどね。まず可愛らしい。はい、じゃあキャッチャーミットの方は。キャッチャーミットは監督に、自分がキャッチャーやるってなった時に部費から出してもらったんで、自分がどういうものが届くか分かんなかったんですけど、はい、監督の要望的にはちっちゃいキャッチャーミットじゃなくて、女の子だから小柄だからちょっとミットを大きくしようっていう理由で、ちょっと大きめのキャッチャーミットを買ってもらいました。なるほど。このミットすごいいいミットなので、大事に使ってガンガンキャッチャーやってってください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ学年とお名前をお願いします。1年生でユーマです。1年生ユーマさん。ハイゴールドとマーゴ、もともとこっち使ってたのかな。はい、じゃあまずこっちから、ハイゴールドの方からこだわりを。なんかここにサインが入ってるのがいいかなって思ったんです。すげえ、なんだそれは。ジャイアンツの女子の東子母ちゃんです。あー、東選手の。なるほど、これがまあじゃあ一番のね推しポイントっていうのですね。はい、じゃあこっちの方はオーダーかなって思うんですけど、ここの刺繍がかっこいいです。なんだそれ、なんて読むの。勇往邁進です。勇往邁進、はい。ちなみに意味は目指すところに一つに
突き進んでいく。あ、もう一点集中でそこに対してね、はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあどっちもね、あのすごいいいグローブなので、マーゴもこのぐらいね汚れるぐらいまで残していただいて、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあお名前と学年をお願いします。カリンで1年生です。はい、2つのグローブ持ってきていただきました。これはどこのメーカーだ？グローイングっていうところなんですけど。グローイング、こういうロゴなんですね。はい。これはオーダー？オーダーです。もともと軟式をずっと使ってて、うんうん、ちょうどいい機会っていうのがあって、はいはいはい、タイミングがあったから、はい。こだわりはあります。あの細い紐をピンクにして色を。ステッチが縫い糸ね。はい。縫い糸が、ピンク色で。ピンク色で。なるほど。じゃあもう一個のグローブ、これは水のプロですね、はい、これはまたまた素晴らしいグローブを。これはどういう経緯で？これはあの監督にもらいました。おー、なかなかもらえるってないですよ、水のプロ。はい。これなんかこだわりとか、なんか思い入れとかは？刺繍。花になれ。はい。俺だとフランプールが出てきそう。とてもいいグローブなので、はい、バッチバチに使っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前と学年を。1年でセナです。セナさん、お願いします。じゃあ前にグローブ出していただいて、これは Z ですね。 Z の内野手用紺か紺色か、はい、公式用で、はい、なんかこだわりポイントとか？こだわりは自分の名前の刺繍が。ああ、しかもこれかなりオリジナルで刺繍してもらってるような感じ、はい、ロゴちょっと見せてもいい？オリジナル刺繍がオーダーしたのかな、それとも刺繍はどこで入れたの？秦野の玉木で、グローブも刺繍もやってもらいました。あのちょっと降りたところ、はい、前回ここ来た時俺寄ってったところ。このグローブもっともっとガシガシ使っててください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前と学年をお願いします。千歳です。1年生です。1年生千歳さん、グローバルエリートのオールラウンドかな、 H セレクションですね。キャメルでね、色がレースは茶色。おー、はいはい、なんか美味しそうな色合いのグローブですね。こだわりとか、ここが一番お気に入りとかありますか？いや、特に。そういう時は色ですねってか。色ですね。なるほど、色ね。やっぱ流行りの色だし、なんか紐も本体からもどちらも流行りの色なんで、やっぱ分かってるなって感じがしますね。今ガイアやってるんだっけ？はい。このグローブでどんなボールでも取っていってください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごい渋いの渋いの持ってきたな。はい、はい、じゃあ、お名前と学年をお願いします。1年のツルハです。すごい渋いグローブをお持ちだったので前に出していただいて、はい、これはすごいな、すごいぞ、これはすごいぞ、本当にすごいぞ。いただき物、はい、だよね。さすがにここまで使い込まないよね。はい。久保田スラッガーですね。そう、今のプロ野球選手有名、ちょっと前だと今の松井一夫監督、西武の、あ、はいはい、とかが使ってたメーカーなんですよね。同じもう野球好きなら誰もがっていうような本当に有名なメーカーですよ。ちなみにどういう経緯でもらったとかあります？お兄ちゃんの先輩が持ってて、でここに入った時に公式グローブがないってなって、はい、でお兄ちゃんに相談したら、あ、もらえるよって言われて、その経由で。先輩いいな、はい、優しい先輩だね、はい、結構取りやすいんですよ、ここのポケット結構深めだね、はい、なんか久保田スラッガーって比較的浅いイメージがあるんだけど、本当だったらしっかりと深いポケット作られてるので、はい、これは取りやすそうだなと、はい、じゃあそのグローブでどんどんボールさばいていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ学年とお名前をお願いします。1年みゆです。みゆさん、はい、お願いします。おー、すごいな、これは。あ、わかった、田中投手モデルだ、マークモデルだと思うんだよね、多分これは田中投手モデルです。あの楽天の田中将大投手のモデルのグローブですね。これはあれですか、小学校の時から使ってます？はい。おー、じゃあもう自分の手に完璧に馴染んでいるような。これ買った時のどうしてこのグローブ選んだとかってあります？少年野球の時にピッチャーやってたんで、ピッチャーのグローブにしました。なるほどなるほど。日本で素晴らしい成績を収めた、まあ今もね素晴らしいピッチャーのモデルのグローブなので長く使っていってください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあお名前と学年をお願いします。1年のゆずきです。ゆずきさん、はい、先生使ってるグローブをこうやって前に出していただいて、スラッガーかな、はい、久保田スラッガーの MP4 型ですね。ちょっと大きめ、一応内野手なのかな、オールラウンド、オールラウンドか。なんかやっぱり革質いいな、公式用の久保田スラッガーはしっとりするよね。なんかこだわりポイントとかってありますか？
このシンプルなところです。本当にザシンプルだよね、はい、黒いグローブに金色のラベルでカチッとしてる大人な感じの手馴染みのいいメーカーさんなので使いやすいと思うので、引き続きこれでガチガチボール取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ学年とお名前お願いします。1年生の天野春です。春さん、じゃあグローブ前に出していただいてZ の外野手用ネオステータスか、軽いやつだ。なんかこれこだわりとかお気に入りポイントってあります？派手ないの派手、確かにすごい派手、はい、グラウンドで目立つよね。じゃあそのグローブ使って派手にプレーしていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、学年とお名前お願いします。1年の北村いちかです。いちかさん、はい、はい、お願いします。使ってるグローブこうやって前に出していただいて、ウィルソンか、はい、赤と黒のここにね2本入ってる、はみ出しが2本入ってる強いグローブですね。こだわりとか、まあ、どういう風に使ってるよとかっていうのもあります？内野用だから広くって使って。確かに広いで丸いね。87型かな、わかんないよね、俺もわかんないちゃんとお手入れもされてていいツヤがいい色合いが出てるので、グローブ磨くの好き？あんまり好きじゃないけど、まあ道具は大切にしなきゃってことかな。まあそのね、道具を大切にするって気持ちを持って引き続き野球やっていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ最後はね、唯一前回いなかった2年生、今もキャプテンになりましたね。はい、はい、2年生のリリカです。リリカさん、じゃあまず1個目から。もう1個つらいね。おー、ワールドペガサス。はい、おー、だいぶ使い込んだね。そう、多分ね、ごめん、先にこだわりだろうなって思うとこ行っちゃうと思うんだけど、リングが入ってるんだよね。あ、はい、そうです。落ちないんだよね。はい、今言いたかったこと全然女性にも優しい、はい、薬指リングとか中指リングが入ってるのが入ってるんですよね、はい、ずれないと。はい、自分手がすごい周りの子よりも全然小さくて、まあ、ある程度の強いだけよりも耐えなきゃいけないから、公式用グローブを買わなきゃいけないしってなった時にワールドペガサスが一番だ。はい、なるほどです。じゃあ1個目ありがとうございます。2個目のグローブを前に出していただいて、お、これはスラッカーの OB か。トレーニング用です。ですよね、はい、スラッカー の, あのトレーニンググローブ OB っていう、ここに、あ、そうそうそう、あ、懐かしい。すごい前からあるあの金版の。プロ野球選手なんかもよくトレーニングで使ってるような、これ元プロ野球選手の方が入ってます。元ベイスターズの北川さん。おーん、はいはい、その人が自分の少年野球のチームメイト、うん、台は被ってないですけど少年野球一緒で、親が仲良くてもらいました、はいはいはい、すごい多分めちゃくちゃいいやつ、プロのあれからもらってるんだったら革がプロ支給の革だと思うので、あの、あんまり大声で言えないけど多分プロ支給の革だと思うんで、めちゃくちゃいいグローブだと思います。フィールドフォースのね、はい、重りつけてちゃんとグローブ落ちる落とせるように、セカンドノックカメラ回してた時もすごいキビキビしたプレーをして、かなり上手い守備を見せていただいたので、まあ今年のチームとしての抱負とか、夏の全国大会で優勝します。 OK、 行ったね。はい、言いました。去年も、経験してることを生かして選手一丸となってキャプテンなのでね、引っ張っていただいて、ぜひぜひ、全国大会勝ち抜いていただきたいと思います。はい、次の中学1年生だったりとか、別に途中から入ってくる子もいるよね。全然、はい、います。今グローブ紹介していただいたようにみんな仲いいし、みんな元気でね、反対側からすごい僕らより声がでかいのが、明るいっていうのが、まあ、ぜひ神奈川の人なんかは、集まりやすいと思いますので、選手フューチャー新入団選手もとうとう募集してます。してます。はい、ということで、本日は選手フューチャーのみんなのグローブ紹介でした。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。